どうもです。ちょっと充電がなくなるんで超ピンチなんですけど、端的に言います。もともと今日漫画喫茶に泊まる予定だったんだけど、5時間で1500円だったんですよ。千歌にやん25日新作さん、どしたどした。いや、今飯食ったところなんだけど、ちょっと待ってね。コメント米を切ります。あのね、1500円の満喫、5時間だから寝れないからって言ってこっちに来たの。高い電車賃払ってより奥の方に来たんだよ。で、今聞いたら、あの夜の11時までしかここいられないんだって。夜の11時まで1500円でいられるのよ。だけど充電ができないって言われちゃったんだよ。マジピンチだよ。ここ充電できるし、すげえ温泉もついてるしっていうことで来たんだけど、サイトを見たら夜までいられるって書いてあったんだけど、今日やってないんだって、11時までしか。いや、マジでどうしようと思って。パソコンの充電もできないし、ただ温泉浸かるだけだったら意味ねえなと思って、どうしたらいいかなと思って。しかも充電今切れそうなんだよ、この携帯の充電も。やばい、マジでピンチ。しかも宿泊施設も2万いくらとかなのね。どうしよう、やばいよね。携帯の充電ができて、かつ温泉も入れて、時間も潰せるっていう考えでいたんだけど、甘かったわ、マジで。どうしよう、ここまで来て移動した方がいいかな。いやー、マジ旅は不便だな。どうするのが賢いと思う？体力あるうちで移動した方がいいかな。正直体ボロボロなんだ今。どう思う、みんな。あー、どうしよう、マジでマジで困った。東京にバックは遠すぎるよ。千葉の最果てだよ。さすがに引き戻るっていうのはないよ。安宿探すか、どうすっか。マックとかもないし、この辺。いや、東京の里にいるんだよ今。太陽の里だ。太陽の里に来たんだよ。で、そしたら充電できませんって言われて、で、その夜も11時までしかいられませんっていう風になって、別に夜11時までいられるんだったら仮眠取って、その歩いてさ、朝まで長距離移動してもいいんだけど、いや、マジで困った、どうしよう。ネットでは調べたんだよ。朝まで24時間延長料金払えば2500円で朝までいられるし、リスナーさんの情報ではそのコンセントもあるから充電できるよって言われたんだけど、マジできつい。コツさんいらっしゃい。どうしよう、今ここが分かんないね。ルリさんおはよう。今ね、太陽の里っていうところにいるんだよ。どうしよう、マジで移動、どこに移動しよう、どこに移動しよう、マジ。いや、あれから寝てないよ。昨日からずっと歩いて電車で移動してる。もう体力ギリギリで充電ができないって言われちゃったよ。どうしよう、マジで。もうしかも携帯の充電も切れるから早めに決めないといけないんだよ。寝てないんだよ、体力の限界なんだよ、もう重たくて。いや、マジでどうしよう。いや、受付でさすがにコンセントは有料の使ってくださいって言われたからダメでしょ。参ったな。帰って一度装備を考え直せば。いやー、それはダサすぎるよ。それはないよ。満喫が、いや、俺犬坊っていうところにいるから満喫自体ないので、あの調子の方に戻ったら満喫1軒あるんだけど、24じゃないんだよ。カラオケもない、そういう場所じゃない、そもそも。
やっべえな、やっちゃったよ。いや、あの、俺パソコン3台なんだ、充電しないといけないの。パソコンなんだよ。いや、マジでやべえ。いや、だからパソコン配信じゃないの俺。あ、パソコン配信なのよ。モバイルバッテリーじゃダメなの。いや、あのね、犬棒で調べてみて、どういう場所か Google マップ見てみて。犬棒で調べたら分かると思うよ、どういう場所か。ビジネスホテルか。誰かね、近くにいたら嬉しいんだけど、どっかまで送るよっていう人が誰かいねえかな。閲覧150じゃ厳しいよな。あの、犬棒で調べてみて、千葉犬棒で。どういう場所か分かるから。千葉犬棒で調べてみて、どういう場所か分かるから。畑しかない、海とか、その都会じゃないんだよ。あの、ローカル線とかなんだよ。いや、マジでやべえな。ツイートしてみようか。失敗した、マジで。もうまさに旅だねこれ。まさに旅だよ。はしゃいでアクシデント、はしゃいでアクシデント、やべえ、どうしよう。交番でできそう。本当に海岸沿いでしょ、最果てなんだよ。いや、ローカル線で乗り継いできたぐらいの。やべえな。あー、充電できなかったら意味ねえし。あ、マジでやべえ、マジで。充電と体休めること同時にできない、できて最安ね。やべえよ、どうしよう。今、千葉の犬坊っていう、犬坊崎とか犬坊っていうところにいるんだけど、安いからここに来たの。安宿、安宿っつうか、そのスーパー銭湯があるから、1500円で夜の23時までいられるんだけど、携帯の充電とかパソコン充電できませんって言われたの。で、充電できなかったらいる意味ないじゃん。せめて夜の11時までいられるんなら体休めて充電もできてってなったら歩いて配信できるけど、朝まで駅まで。マジで困った、マジでやべえ、マジでやべえ、どうしよう。今体力あるうち、もう体力限界だけど、歩いて都心部っていうか、その成田とかに移動するか、マジでどうにかなんねえかな。民家で充電？いや、携帯の今充電が切れるからもう持たないんだよ。やべえやべえやべえ、どうしよう。マジでやべえ。いや、もう体力限界だよ。寝るつもりだったから飯食って眠いし、成田だよな。いやいやいや、あのパソコンの充電がないともう本当にデッドなんだって。携帯電話の充電だけじゃダメなのよ。マジで困った。ちょっと誰かなんかいい画期的なアイデアないですかね。ゴルゴバカありがとう。やばいよ。簡単に言うと、充電ができないっていうことと、夜の11時までしかここいられないから。しかもね、成田の満喫は風呂がないんだよ。かー、やっちゃったな、マジ。正直もうね、成田に行く体力がね、小さいお店。今ね、犬吠埼の太陽の里に来てます。太陽の里、太陽の里。
太陽の里です。民家は無理だろう。あったなマジで。やべえな、下調べしなかったな、アホだな。ちょっとごめん、携帯の充電が切れるんでダイイングメッセージで、あ、ヒッチハイクだ、それだ、ありがとう、ヒッチハイクでなんとかするわ。お風呂入ってない。ヒッチハイクでなんとかするわ。ごめん、充電切れるから検索したいから切るわ。ごめんね、みんなありがとう。それだ、ヒッチハイクだ、ヒッチハイクで行くわ、どうにか。ありがとう、お疲れ、ありがとう、頑張るわ、ありがとう。ちょっとしばらく、もしかしたら 2日ぐらい連絡取れないかもしれない。申し訳ない、申し訳ないです、申し訳ないです、申し訳ないです。頑張ります、ありがとうございます、頑張ります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。 Yeah.